そのジムに入って、まあ、ちょこちょこその教えてもらったりしてやってるうちに、あ、俺センスあるなみたいな、やっぱり格闘技センスあるから弟もセンスあるのかなと思って、ちょっと家の外に呼び出して殴りかかったら避けたんで、ああ、じゃあちょっと一緒に格闘技やるよってことで、はい、いきなり、そうです、結構もう本当に失神させてやろうかなと思って殴ったんですけど、意外と目が良くて、でパンチとか蹴りは全部避けれたんですよ、まあ、そしたら結構兄貴も驚いてて、お前絶対センスあるから、まあ、格闘技やった方がいいって言われて、でその翌日にジムに入会しました。